宮田光雄は、日本の政治学者、思想史や、学生伝道者、東北大学法学部名誉教授、専攻は、政治学、ヨーロッパ政治思想史、南原茂に学び、丸山正雄の影響を受けながら、独自の立場を形成した。民主主義を支える精神の確立と、その対極としてのファシズムの構造の解明を、自己の課題とし、多くの著書を次々と発表している。他方では、1960年前後から宮田学生聖書研究会を主催し、独立伝道者として学生に対する伝道、教育活動を行った。この間に政治学で蓄積した成果をキリスト教倫理の中で生かすことを生活目標にして、時代の政治問題に関する論評を新聞、雑誌に発表する一方、福音を伝えながら、世俗内禁欲、証明が何かを多くの人々に語りかけてきた。当初、家庭で開かれていた宮田学生聖書研究会には、仙台に在住する学生が集まり、聖書研究を主軸に、キリスト者は現代社会にいかに関わるかを討論する集いへと成長していった。さらに1972年には、私財を投じて、学生寮、和美学寮を設立、大学紛争後の学園の精神的砂漠化を背景にして、集会参加者は急増し、毎回約30人が集った。集会参加者は2004年の解散までにトータルで、おおよそ2000人を超えた。学生が大学を卒業後も一人一人を見守り、個人誌、みちのく通信、かずみ通信を発行して激励し続けた。また、東京をはじめ、多くの地域で OB 会が開催されてきた。集会 OB の多くは、学生時代、キリスト教とは無関係の状態からイエス・キリストへの信仰に導かれた者たちであった。彼らは、卒業後は、日本キリスト教団など、様々な教派の教会に所属し、牧師や、神学者、オルガニスト、社会奉仕活動、キリスト教主義の学校教師、あるいは画家など、教会の内外で優れた働き手として活躍している。学生聖書研究会解散後、教授自身は90歳を超える2019年、現在も意欲的に執筆を続けている。蔵書の多くは、東北大学附属図書館、宮田文庫に寄贈。また、自由民権運動の地であった郷土への思いも厚く、高知県本山町公民館にも多くの著書を寄贈している。高知県長岡郡本山町生まれ、旧制第三高等学校卒、1951年、東京大学法学部政治学科卒、1963年、東北大学法学部助教授、教授、法学部長、政治学士講座担当、1992年退官、名誉教授、本山町名誉町民、学術書、ありがとうございます。